花ポウゲは、キンポウゲかポウゲ属の反対感性多年層。西アジアヨーロッパ東南部、地中海沿岸原産。園芸では、ラナンキュラスと呼ばれることの方が圧倒的に多く、花ポウゲと呼ばれるのは非常に稀。原産地では、湿地に自生する多年層で、湿地に生える。俗名のラナンキュラスは、ラテン語で小さいカエルを意味し、これは、 本属の植物に多く見られる、菊葉と呼ばれる形状の葉を小さなカエルの足に見立てたことに由来。また、タガラシなどのように水辺や湿地を好む種も多く、生育一期でもカエルと重複するものも多い。十字軍がヨーロッパに持ち帰り、改良を加えて園芸用品種が作られた。イギリスでは18世紀を中心に、フローリストたちによって育種が進み、盛んに栽培された。 1777年の文献では1100品種がリストアップされている。現代の系統は主にオランダで育成されたものである。園芸種は通常反対感性の球根性一年層として扱う。春に八重から万十先の美しい花が咲き、色も豊富で赤、黄、白、大桃、紫、および福林などがある。国内外に 多くの育種家がおり、現在でも日々新たな品種の開発に尽力しているため、バラやビオラなどと並ぶ膨大な品種数を誇る。ラナンキュラスの園芸品種の特筆すべき点は、自由用の品種と、け花用の品種が別々に開発されている点が挙げられ、これは他の園芸植物ではあまり類を見ないことでもある。新品種開発の方向性は主に新しい、花色とより、 多くの花びらの追求という方向で行われており、花詞では、他の植物では、あまり見かけることのない緑色の花を咲かせるものなども、作られている。また、花弁数では、原種はたった5枚の花びらだが、最新の品種の花弁数は200を超えるものもある。いわゆる八重咲きの品種を持つ植物は多く存在し、中でも、特にバラの八重咲き品種に似た花を咲かせるものを、園芸面では、 バラ咲きなどと呼ぶが、ラナンキュラスのバラ咲き品種は、他の園芸植物のそれとは一目置かれたような存在となっており、本家のバラの方に、まるでラナンキュラスの花のようであるとされ、ラナンキュラという品種名を与えられたものが存在する。草液に、ラヌンクリンという有毒物質を持ち、草液が皮膚に付着すると炎症などを引き起こすことがあるので、切り花を扱ったり植え替え作業や、 ちぎれた花どを処理する際には、草液が皮膚に付着しないよう注意して扱う。多くの園芸用品種が作出され、現在でも改良が盛んであるが、主な系統は、下記の通り。ありがとうございます。